こんにちは、りょうです、えー。今日はね、学長おすすめのスマートフォンとその選び方について話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました、えー。りょう学長、いつも動画でお金の勉強をさせていただいています。えー、スマホは去年から格安シムにして、月々5000円から6000円負担を下げることができました、えー。4年使ったスマホが壊れ、買い替えが必要になりました。修理も数万円かかりますし、古い機種は動作やカメラ機能に不満が出ていたところです。本体をどれにするか悩んでいて、今は iPhone で検討しています。 どういった基準で選ぶのがコスパがいいか調べすぎて分からなくなりました。購入金額が安い方が負担にならないのですが、中古のコスパはどうでしょうか 毎日使うけど、高額のものについて選び方や、その考え方を教えていただけたら嬉しいです。ということでね、解説していきますと。結論からね、先に言いますと。僕自身は迷う人にこそもう iPhone がおすすめですと。Apple 信者とかね、そういうことじゃないんですけど、まあ、ただし最新の iPhone にする必要はないですよと。機種代は高くても、売る時のリセールバリューがいいんですよね、iPhone ってね。 で、わからないことがあったときとかにも、その何か困ったことあったとか、動作がここがおかしいなとか、こんな風にしたいんだけど、機能ないかなとか、そういうときに情報がね、検索ですぐ出てくるんですよね。情報量が豊富だと。iPhone じゃないとダメとか、全然そういうことではないですし、Android だったらダメとか、そんなこと言ってるんじゃないんですけど、マイアンだったらもうね、iPhone にしといたらいいんじゃないかなと、えー、僕は思いますと。 で、もう少しね、解説しますと。そもそもスマホを何に使うか、何のために使うかってことなんですけど、まあ昔は携帯電話でね、今はノートパソコンですよね、実質ね。まあつまりもう小型のノートパソコンを持ち歩いてるのと同じなんだと。で、どのノートパソコンがいいかって聞かれてるのに近くで、何のために使うか何に使うか用途によってちょっとね、多少違うんですよね、いろいろあるんでね。 なんでまあだからこそ迷うと、えー、iPhone なのか Android なのかとか、価格とかカメラ性能とかね、ハードディスクの容量とか画面の大きさとか、えー、顔認証にするのか指紋認証にするのかとかね、えー、カラー何色にするかとかね、まあ仕事か趣味なのかとか、昔より結構多様になってるんですよね。で、その上で、えー、僕のおすすめはもう iPhone ですと、えー。僕自身もずっと使ってますからね。 で理由としては3つありますと。理由としては、まず1つ目は80点はあるからですね。あの初心者にも分かりやすいし、やっぱりね、使いやすいんですよ。で、基本性能もすべて揃っていると。まあ、もちろんカメラもそうだし、それ以外の機能についても仕事にするにしても趣味にしてもやっぱりね、万能に使えるんですね。どっちにするにしても困らないと。で、少なくとも失敗はしないということですね。 そういうことで悩むんだったら iPhone でいいんじゃないかなと思いますね、えー。悩む時間も含めてちょっともったいないんでね。あのー、比べて学ぶとかね、比較するっていう時間もすごく大事なんで、それはいいんですけど、まあある程度調べたりとか、えー、最終的にね、ちょっとわからないっていうんだったら悩む時間も含めて、やっぱり実際触らないとわからないんで、iPhone でいいんじゃないかなと思います、えー。最低でも失敗するということはないと思いますね。iPhone を買っておいたらね。Android のちょっと変な機種を買ってしまって、いや、ちょっと満足度低いし、売るの悪いし、使いにくいなってことはあっても iPhone を買っといたら、 えー、うわ使いいにくいなってこととはないと思うんでねなんでそういう意味ではとりあえず iPhone でいいんじゃないかなとそれから高いように思うんですけどリセールバリューがいいんですよねあの欲しい人が多いんですよやっぱりねなんで売るときも高いと物の価値っていうのは iPhone に限らずね、えー、リセールバリューを含めて考えると車とかでもね話したと一緒なんですけどまあ仮にね300万円の車を3年後にね買って3年後に売ったら150万で売れたら、まあ、半額になったってことですよね そうすると150万円値下がりしたと。で、えー、価格だけで言ったら300万の車の方が安いんですけど、えー、仮に1000万円の車をね、3年後に売って、買ってね、えー、3年後に売って、えー、900万で売れたとすると100万円の値下がりですよね。 ってなると、こっちの方がお得だったってことになりますよね。300万円の車を買うよりも、1000万円の車を買った方が、えー、価値としては得だったってことになりますよね。もちろん壊した時のリスクとかね、いろいろ他のこととかあるんですけど、ものの,あの考え方の話ですよね。リセールバリューも含めて考えようっていうね。で、iPhone は Android よりも高く売れることが多いんですよ。 あの定期的に買い替えたとしても、えー、需要があるしね、まあ、ヤフオクとかメルカリで売ってもいいし、アップルが下取りもしてくれるとちょっと安いですけどね、な,なんで、まあ、ヤフオクとかメルカリの方がいいとは思うんですけど、えーまあ、iPhone とかもね、えー、高く売れることが、えー、iPhone の場合は高く売れることが多いと、えー。で、新品で買うか中古で買うかっていう質問なんですけど、これについては僕だったら、これは携帯に限らずですけど、 あのリセールがいいっていうものは高く買っても高く売れるものはやっぱ新品で買いますと必ずじゃないけど基本的には新品で買うとなぜならあまり値落ちしないからですよねえー、それなんだったら壊れにくさとかバッテリーの持ちとかねだんだん悪くなってくるんで満足感とかねまあその辺のあたりで新品を選ぶかなとどうせあんまり値落ちしないんだったらね で、リセールが悪いものは、えー、中古で買うと。酒、えー、ガッと、ね、寝落ちしてくれるわけですからね。その一回寝落ちガッとした後とかに、えー、買った方がね、お得ですよね、えー。家であっても車であってもそれは一緒ですよね。車でもまあリセールがものすごくいい車なんだったら別に新車で買ってもいいですしねあの。リセールが悪い車なんだったら中古とかで買った方がお得ってことになりますよね。これはもう何でもそうですよね。だから iPhone の場合はリ,リセールがね、 いいんであの、僕だったらまあもう新品で買っとくかなと、別に中古がダメとかそういうことじゃないですよ。あの新品で僕だったら買っときますかね、えー。それから情報が豊富ってことですね、この iPhone をおすすめする理由ね。えー、使ってる人が多いんで、困ったときにネットで検索したら解決策がすぐ出てくるんですよね。何かこういうふうに設定できないかなとか、ちょっとこういうので困ってるんだけどなとかいうときにあの、ネットで検索してもすぐ出てくるし、周りに持ってる人も多いんでね、聞いたらすぐ解決すると。 結果、あの余計な自分の時間を使わなくていいわけですよね。この分とかも考えると、結構自分はタダじゃないんでね。そういうこととか考えたときに結果として iPhone がいいかなと。ね、Android が悪いわけじゃないですよ。これだけアン iPhone、iPhone って言ってますけど、Android が悪いわけじゃなくてね。あの自分で調べたりとか、情報の取捨ができる人とかはあの割安に使うことができたりとかね。このぐらいの機能でいいかなとかね。 あの、これで十分とか、結構、あの、安く買えたりとかね。そういう意味では、あの、Android とか、あの、使ったりする人も全然いいと思うんですけど、ただ、初心者にはね、まあ、微妙というか、もう悩むぐらいなんだったら iPhone でいいかな、みたいな。で、変な機種、を Android もいいものもあるんですけど、悪いものもあって、あんまり変なものを買ってしまうと、ちょっと使い勝手が微妙だったりね、使いにくかったりとか、重かったりとか、そういうのがあるんですよ。なんで、実際、変なものを安く買ってしまって、まあ、安物買いの、みたいなね、 え感じで安いからっていうのだけ理由だけで買ってしまってあよく使いにくいわからないってなると余計ねスマホを触るのが嫌になっちゃうじゃないですか特にわからない人だったら余計にねなんで結局情報に触れる機会が減っちゃってね情報感度が下がってしまうとそれはもう本末転倒ですよねそれになんだったら毎日触れるものなんでいいものでね使った方がいいんじゃないかなと僕は思いますとで、えー、じゃあね iPhone って言っても種類がたくさんあるんでどの iPhone がおすすめかってことなんですよねで iPhone だけでも結構ラインナップが豊富で 10S、えー、ね えー、10S とか 10R とかね、まあ10とかね、8、7ってあって基本的には上に行くほど高い。新しいんです。この上に行くほど新しいんですよ。で、まあ今だったら 10S が一番最新の機種ですかね。で、プラスとかマックスっていうのが、えー、つくと画面が大きいと思ってもらえたらそのぐらいでいいですね。 で、点ってあったんですけど、これちょっと取り扱い終了してるみたいですね、今ね。えー、なかったことになってるとかで話題でも、あの話題になってましたけどね。で、その上で、まあいろいろ種類はあるんですけど、初心者におすすめはどれかっていうと、えー、乱暴に言っちゃえばね、まあどれでもいいんじゃないかってこと、まあ実際どれでもいいんですけど、その上でちょっと乱暴に言っちゃうと、えー、指紋認証なんだったら、がいいんだったら iPhone8 ね、今だったら。 で、顔認証がいいんだったら、10S かね。まあ、どっちかでいいかなと、えー、思いますね。で、迷うんだったら、もうわからない、悩むの嫌だっていうんだったら、もう上記の2機種のどちらかにしておけばいいかなと。で、もう一つ、10R っていうのもあって、10R もね、いい機種なんですけど、あの、リセールがね、ちょっと悪くなりがちみたいなんでね、あえて今回は外したんです。だからこれが、まあ、いろんなカラーがあったりとか、えー、これがいいなっていう人は全然ね、えー、いいんで、リセール悪いって言っても、他と比べたらちょっと悪いっていうぐらいなんでね。 最初はもちろんね、直接触って、あの、見てみるといいと思います。あの、画面の大きさであったりとかね、手のひらに収まるかとかね、いろいろあると思うので、実際に Apple Store とか行って、まあ、電化製品やとか電気屋さん行ってもありますよね、えー。家電量販店とか行って触ってみるといいと思います。で、容量は、あの、どのぐらいがいいかってよく聞かれるんですよ。容量どれにしたらいいかって聞かれるんですけど、もう 64GB スタートでね、いいかなと思います。これでもそこそこ、あの、写真だけだったらかなり入りますし、まあ、動画もよっぽど長時間のものを撮らない限りはね、入ります。 しあのこの中のものをねクラウド化 Google フォトとかあのクラウド化して、えー、ネットにね置いておくことネットに保存しておくことであのこの辺の容量っていのはいくらでも削れるんでねなんでまあ 64GB スタートでいいんじゃないかなと思いますで今、えーまあ、ちょっともうこれじゃ足りないってなったら次からはね、まあ、もう少し買い替えて大きいものにすればいいんだってね、まあ、とりあえずはこのぐらいでいいんじゃないかなと、えー、で僕自身は常に最新の iPhone を使ってるんですね あの今は 10S ですね。点 s の 64GB を使ってるんですけど、まあ、僕ああまり容量はいらないんでね。あので点 s m a x っていうのもあったんですよある,あるんですよ。でこれは点 s のさらに大きいやつなんですけどね、画面があの。ちょっとポケットに入れれないというか、片手で持つとちょっとね、片手じゃ操作しづらいんで入れれないからやめたんですよね。まあ、これはサイズ感の好みの問題です。で僕がなぜ最新の iPhone を使うかっていうと、仕事道具でもあるからですねあの。高くても仕事道具は高くてもいいものを使うと。例えばこれであの最新の ものを使うことによって3万円とかねあの高くなってしまったとしても動作がじゃあ早くてとか1日5分縮まる1回の動作はほんの数秒かもしれないけどみたいなそれがずっとやっぱり触る時間が長いんであの動作が早くてトータル1日5分縮まるとかあの最新の機種に触れとくとね、まあ、いろんなあの情報としても発信できますよねそういうものであったりとか壊れた時とかのね時間単価とか手間とかね、まあ、そういうコスパとか自分の時間単価から考えても合うかなってことであの常に最新 p イフォンを使ってるんですけどでもじゃあ人にすす 進めるかっていうとそれは話は話別ですね、えー、日常使いだけなんだったら別に必ず最新じゃなくてもいいですしねカメラ機能とかもちょっと前のやつでも十分僕は満足してるんでそれはまあちょっと人によるかなと僕自身はこれを使ってますけどね、えー、人に進めるかっていうのはちょっと別と、えー、でまとめなんですけど、えー、初心者はね悩むんだったら iPhone を買っといたらいいんじゃないかなと個人的にはですけどね思いますとで2019年4月現在はね、えー、iPhone の 10S か A とかまあどっちかでいいんじゃないかなと、えー、思いますと で、理由は、80点以上のパフォーマンスはあると。で、リセールがいいと。えー、それから、情報量が豊富って、この3つですね。で、えー、大切なことは、この目先の価格以上にね、トータルで考える、価値で考えるってことが大切ですね。最終は実際に使って比べてみないとわ、えー、からないけど、悩むんだったら、えー、iPhone でいいんじゃないかなと。 えいうことで使い比べていくとねよしあしも分かってくるんですけどね。と、えー、いうことで、えーまあくまで個人的な意見なんですけど頂、えー、い,いた質問に対して回答してみましたっていうことで、えー、参考になれば嬉しいです、えー。今日もありがとうございました。